ネクストチャレンジ。試験要項、ネクストチャレンジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりますよ。具志堅さん、はい、飛鳥天心さんの試合に、はい、数多くのコメントが来てます。そうですか。はい。人気っていうか、不安多いですね。まあ、この試合について話したことがネットニュースにもなっておりまして、うん、かなりやはりこの試合注目された試合で、うん、皆さん具志堅さんの意見を聞きたい、はい、ということだったんですが、はい、その動画に対しても、はい、まあ、視聴者の方からコメントという形で、はい、いろいろ来てるのでちょっとまた見ていただいて、はいはい、タケノコ、はい、特に距離感はすごく良かった。スタミナとパンチ力は今後の課題。うん、このように、まあ、200件以上コメントが来ておりまして、うん、まあ、こういった意見なんですけど、どうでしたか今回天心さんスタミナ面というところは。うん、A級ライセンスはもう間違いなくいけると思います。8ラウンド10ラウンドですね。ということは、まあ、今回スタミナという面では全然問題なく、はい、あれだけやっぱり練習してますから、あともうラウンドだけは経験やれば、はい、次8回やるのかな。次は夏ぐらいにもう一度試合をしたいと言ってたんですが、具志堅さんが前おっしゃってた、もしかしたらその日本チャンピオン挑戦でもいいんじゃないかっていう。8回1回経験するんじゃないかな。じゃあもう一試合挟んで、うん、だから夏にやって12月と、チャンスはあるかもしれん。12月に、うん、差し切れなかったのが少し残念でしたが、よくやったと思います。天心スタイルを身につけて くれれば人と比べなくても良いと思います。世界のベルトを取ってほしいと思います。うん、この倒しきれなかったという部分が、まあ、人によっては6ラウンド戦いができて良かったという方もいたりとか、うん、まあ、派手に KO してほしかったという意見もあったんですが、具志堅さんはどうでしたか。うん、KO 勝ちと期待しとったから倒してると思ったんだけど、だけどやっぱり1ラウンドから試合を見とって本人のために良かったと思う。ボクシングというスポーツはこういうもんだなっていうのは多分デビュー戦で分かってくれれば次の試合はやってくれるかなと思うけど、すぐは難しいと思うけど、またあのデビュー戦でキックのイメージが残ってる、うん、完全にボクシングのあれになるのは、まあ何戦目ぐらいになるのかな、なんていうのかな、休みがどっかで見られたなっていう感じもするんですよ。ああ、なるほど。ボクシングは休んでるように見えるけど、休むところもあると思うけど、それが見せないんですよ。はい、流れでそのままいっちゃうんですよ、ボクシングは。手を出していくんでしょ、どんどん。天心の場合止まってるんですよね。パンチを出すのが。ボクサーは止まらないで、弱いのとか強いのとか、スピードを出しながらこう、手を出していくんですよ。当たらなくても。ジャブを。で、どっかで決めパンチを打つとかね。あと、攻撃ですね。ここっていう時に、一気に攻めていく。コンビネーションで打っていく。それが少なかった。そこは、まあ、経験であったり、まだ3分の使い方っていうところが。練習ですね。練習でやっていかないと。はい。スパーリングであったりですか。はい。練習っていうか、練習でサンドバック。はい。それを数打たないと全体的に内容が見えなくなる。うん、この間のデビュー戦は、うん、半分はボクシング、半分はキックって残ってる気がするね。なるほど、うん。ありがとうございます。じゃあ次の。アマプラで見ていました。具志堅さんの愛情あふれる解説、ほっこりしますね。うん、この日はアマゾンプライムで、具志堅さんも解説をされていて、うん、それを見られたということです、ね、うん、はいはい。続きまして、うん、今のところ怖さはないというのは思いました。対人とかじゃなくてランカー相手に戦ったことは称えたいです。うん、確かにデビュー戦に2位ランカーでしたからね。2位でした。うん、これ すごいよね。うん、まあ相手も気持ちがね、あって、なかなか簡単には倒れないっていうボクシングしてましたね。はい。
この怖さがないという部分なんですが、うん、天心さんのこのパンチ力の部分を言っているのかなと思うんですが、パンチはだからやっぱりボクシングの打ち方とか攻撃の仕方でパンチ力もつけなきゃいかんけど、パターンが一緒でも相手倒せないから、どこで強いパンチを打つのか、手数で倒すのか、そういうのをちゃんと見分けてくれれば強くなるね。だこの間のは連打で攻めたらレフリーでストップしますよ。それ攻めないからレフリーは止める タイミングが全くできてないんですよ。だからそのまま試合させてるんですよ。あれは攻めきれなかったのか、無理しなかったのか。無理しなかったんじゃない、やっぱりあのデビュー戦だから、はい、それあると思いますね、うん、デビュー戦だからまだこのさっき、ね、見ないと分からないけど、減量区が多くないならバンタムがチャンスはあるんじゃないかと思う。今スーパーバンタムでやるパンチ力あるかは微妙、うん、とまあ確かに落とせればバンタムの右かなって感じもするんですよ。だけどやっぱりお父さんがスーパーバンタムがいいって言ったよね、はい、53.5 か、まあそれ以下にはしたことないと言ってた、 53.4 か、はい、スーパーバンタムはね、はいはい、この階級のところも結構意見がありまして、スーパーバンタムよりバンタムの方がいいんじゃないかっていう意見も結構あります、うんうん、スーパーバンタムでもあの いいと思うんだけど、やっぱりそこにパワーをどういうふうにつけるか、スピードをどういうふうにつけるか、スピードは悪くはないけどスーパーバンタムでもコンビネーションの打ち方ですね、うん、あの選手のマネをやればいいんですよ。あのロマチェンコ、ロマチェンコ、はい、うん、ロマチェンコは一発のパンチはないんですよ。カルソン塗ってるんですよ、あれも。だけどコンビネーションっていうの、うん、しっかり打ってるんですよ。だからそれを相手はすっごい嫌がるんですよ、数打ってくるからパンチを。同じサウスポーだから完全にそれを真似したらもう完全にボクシングのスタイルになっていくんだけどな。ロマチェンコの真似はできるんですか。本人次第ですね、うん、まあ、あの練習でそこを取り入れるかどうかっていうことですね、うん、やってると思うんだけどね、定期にあの一流トレーナーがいるから、まあ、ここも部分も、まあ、伸びしろっていうところですね、うん、休まさせないんですよ練習に。すごいトレーナーは一気に練習させるんですよ。サンドバッグを一気に打たしたり、はい、試合の感覚で練習も集中して1時間1時間半ぐらいだらだら2時間3時間やっても全然意味がないの、うん、アメリカに行って感じてると思うんだよね、一流の選手が練習を内容を見て、はい、一気にやって一気に終わってすぐ家に帰るんですよ。そういったところが、まあ、天心さんも取り入れることができれば、うん、もしかしたらスーパーバンタムでもやっていける、うん、だからパワーもつくし、うんうん、そういう練習したら、はい、気を抜くことはないと思うんだよね、はい、多分気抜いたらやられちゃうから、この先ボクシングという世界は、はい、それがないように練習でやっぱ普段の練習で鍛えていかないと、はい、ラストお願いします。有識者、他の有識者の方々が100点とかの意見が多い中、具志堅さんの70点に愛を感じました。そうだよ、デビュー戦に100点って言ったら次の試合だから100点とか120点にならないといかないじゃないですか。他の方々がもう大絶賛してる中、具志堅さんは、まあ、ある意味忖度なしじゃないですけど、うんうん、こういった意見を言っていただくのが貴重っていう意見はこの方以外にもいろいろありました。あ、そう、はい、うんうん、やっぱちゃんといいところはいいって褒めるから、そうですね、悪いところは悪いと、うん、はい、今回でいうとケンシロウさんの試合はよく、うん、あれはもう100点、100点以上につけてもいいと思う、本人思ってるはず。今まで一番いい試合じゃない。もうこの試合で、まあ、ケンシロウさんが具志堅さんをいわくライトフライ級1位と。1位だね、1位だね、うん、歴代1位です。歴代1位ね、
以前具志堅さんに書いていただいた時は、うん、具志堅陽光が1位だったんですが、うん、それ塗り替えるぐらいの試合だったんです、うん、天心さんももしかしたら今後もっと100点を出す試合ができるかもしれない。そうね、あれ相手があれだけのボクシングファイトしたから力発揮して、はい、いい試合になるんですよ、はい、ということで具志堅さん、はい、今回はもう200件以上コメントが来たので、はい、また具志堅さんとコメント返しをしました。いかがでしたか、はい、いいですね、ちゃんと素直にみんな書いてくれるからいいよね、こういうの見て、はい、うん、まあ、次は、はい、ちょっと5月の井上チャンピオンの試合が流れてしまったので、そうか、はい、7月になってるね、今度じゃあ早いの井岡、そうですね、また井岡チャンピオン、ね、さんが、はい、やりたいですね、はいはい、こういうねYouTube 大好きな、ね、皆さんがこうして書いていただけるの嬉しいですね、ありがとうございます。はい、具志堅陽光ネクストチャレンジ登録よろしくお願いいたします。応援してください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。